丹波康よりは、平安時代中期の貴族、医者。官位は、十五以上、医博士、張博士、丹波助、左衛門の差。丹波国天田軍もしくは、桑田軍、八田の出身。天田軍はもともと、丹波国造の拠点の一つであった。安より以前の系譜は明らかでないが、出自には二つの説がある。一つは、都来系の流れを組む坂上市の一族とするもので、 演ソは五感の霊帝と称する。各種系図ではこの説を取るものが多く、これらの系図では人身の乱の更新坂上郎の子である大国の子に安よりを当てるが、年代的に整合性が合わない。このためか、初夏チプーズ田中では大国と安よりの間にこの間忠実かとの記述がある。家計研究者の大田良は、静止家計大辞典で出自を、 坂上市の一族である丹波市の子孫とする説を踏襲している。もう一つの説では、尾張市の一族で丹波国造家の丹波忠市の子孫とするもので、これは明治時代に、ケース学者の鈴木誠年が著書、家族書家伝にて主張した。大道類寺方には、安よりの故地であった甘田軍の鮭丹波寺家に伝わる、他予約の記述があり、書流に、 滝郡にちなむ滝種が出るといった傍傷などから、鈴木誠年の再評価のきっかけとなった、経図学者の方が年をや、同じく経図学者の近藤里志隆氏もその著書にて、同様の主張を行っている。霊館2年に、一新型、全30巻を編集し調廷に献上した。これは、東大の遺書を参考に、当時の医学全般の知識を網羅したもので現存する。 日本最古の医学書である。こうした功績を持って朝廷より丹波少年生を賜り、依頼家として続く丹波市の祖となる。亀岡市下谷田町には、安寄が住み、薬草を育てたとの言い伝えがある、洋谷などの地名が残されている。子孫は、代々転役頭を世襲詩人に認じられるものを、輩出、その着流は、室町時代に、道場家となり錦木工家を称した。 子孫の内著名なものとしては、医略書を表した彦の丹波正忠だ、あるいは後世において、豊臣秀吉の寺院を務めた、世役院前州や江戸幕府の奥医師、多期原校などが挙げられる。薬学者の丹波敬造、また以下ではないが直系であり、鎌倉にある丹波や、文家である俳優の丹波哲郎、吉高親子や作曲家の丹波明が、末裔にあたる。ありがとうございます。